淡路島産の旬の野菜にこだわったサンドイッチに、生豆から焙煎した自家製のコーヒー、古民家をそのまま利用した内装は大正ロマンの雰囲気が漂い、時間がゆっくりと流れるような感覚を覚えます。しかしこのカフェには淡路島で唯一というある特徴が。淡路島に古本屋さんが今ないんですね。じゃあ自分がすれば淡路島中の本が集まってくるかなと思って。店内の至る所に並べられたたくさんの古い本はインテリアではなく、こちらのカフェで売られている商品、いわゆる古本屋さんです。今年1月、洲本市にオープンしたブック&コーヒーこよみ。切り盛りするのは淡路島に移住してきた竹村拓さんと、淡路島出身の妻美也さん。もともと本が好きだったのもあるんですけど、でその中で妻がコーヒーが好きでお店を持ちたいなとなった時、じゃあブックカフェで、だったら本が好きな人もコーヒーが好きな人も来れるし。和歌山出身の拓さん、これまで古本屋さんがなかった淡路島で、本の行き場がなく困っている人を助けたいという思いで古本屋さんを始めました。やっぱり昔の本が結構集まってきますね。本当に今もう絶版になってしまったような本、本屋さんでは並ばないような本が多いですね。人によっては玄関に置いて帰ります。はい、これあげるって言って玄関置いとくねって言って、ありがとうございますって言うぐらいしかない時も。また拓さんが移住経験者でもあることから、お店には淡路島への移住に興味を持つお客さんが訪れます。物件探す時も今こことここと見てるんやけどって言って、もうフラッとここ入ってきてどう思うみたいな感じで自身も移住してきて家でめちゃめちゃ困ったりしたので、そういう同じ経験をしてほしくないなっていうので、なるべくこういい情報いい情報をお渡しできればなと思って。妻の美也さんは洲本市出身で大のコーヒー好き。自分で焙煎したコーヒーを飲んでもらいたいと、宝塚の名店などで修行を積みました。これはブックブレンドです。で本って絶対に長くずっと読む、一冊読むのに時間かかると思うんで、冷めても美味しく飲める。本好きとコーヒー好きが出会い、2人の夢が実現したお店。訪れる人たちがまた味のある本とコーヒーに出会うべく歩み続けていきます。私たちのこのブックブレンドをもうちょっと広めていきたいなと。もう淡路島中に眠ってる本がうちに集まればいいと思ってます、はい、ずっと言ってますね